こんにちは。現在、秋篠宮家の悠仁さまが大学受験を控えており、その進路について多くの議論が巻き起こっています。特に紀子さまが疑惑の目を向けられることに疲れ、悠仁さまと共に家を出て行かれた可能性があるという報道が注目を集めています。この記事では、この問題について詳しく紹介し、解説していきます。まず、 秋篠宮家の側近に関する話題から始めます。今年2月1日に講師職大夫に就任した吉田翔正氏の熱心な仕事ぶりが注目されています。皇室ジャーナリストによると、講師職大夫は秋篠宮様とそのご家族を支える最も近しい立場であり、事務から広報まで幅広く統括し、毎週記者会見を行う重要なポストです。吉田氏は名田中名田高を経て、 1983年に東大法学部を卒業し、警察庁に入庁しました。彼は警視庁公安部公安総務課長、首相秘書官、警視庁刑事部長、福岡県警本部長、警察庁刑事局長、警視総監などを歴任し、その後退官後はトヨタなどで顧問を務めています。警視総監としての在任は1年で、退官時の年齢は58歳でした。 しかし、公的な立場で組織運営に携わり続けたいという強い思いがありました。現在も警察幹部の人事を握る九流周日官房副長官との関係がうまくいかず、一時的に公的な立場から退いていましたが、その後、民間企業の顧問を経て、2022年7月から宮内庁御用掛けに就任し、今年2月から現職に就いています。 カジギュジ氏の公認としての吉田氏の人事は、カジ氏が70歳を超えたことが一つのタイミングであったとされていますが、実際にはその他の要因も取り沙汰されています。カジ氏は記者とのコミュニケーションや広報の点でうまくいかなかったと言われています。特に、マコさんの結婚や加古様がご一家とは別の空間で生活されているという問題に対する対応で不手際が目立ちました。 西村康彦内庁長官がカジシに対して表立って苦言を呈したこともあり、その対立がドタバタ感を生んでいました。秋篠宮さまが会見で発表する前の経緯やタイミングについて、非常にタイミングとして遅くなったなというのが反省点です、と述べられたこともありました。秋篠宮さまやご一家とカジシとのやりとりがうまくいっていなかったのではないかとの指摘もありました。一方で、 吉田氏の昌平については同じ警察キャリア警視総監経験者である西村区内庁長官の声が大きかったとみられています。来年3月の高校卒業以降に想定される久人様の青年や加去様の結婚など、秋篠宮ご一家が抱える課題やテーマは幅広く難しいものが少なくなく、なるべく早い段階で人心一心を、都西村長官自身が考えたとしても不思議ではないでしょう。実際、 吉田氏はこれまでの経緯を踏まえてかははっきりしませんが、就任後初の会見で記者の皆様とはできるだけ率直に意見交換をして、それぞれの認識に齟齬のないような、そういう状況を作っていきたい、と語っています。次に、久人様の進学先についての話題に移ります。現在、東大や筑波大学などの難関校を目指しているとされていますが、 最近では志望校の変更が噂されています。内情に詳しい皇室ジャーナリストによれば、これまでは東大や筑波大学などの長男観光が取り沙汰されてきましたが、最近では急激に志望校のランクが下がったとの噂もあります。その最大の理由は、4月6日に玉川大学を視察されたことです。玉川大学は学部によって偏差値が37点も57点もと幅広い差があるのですが、 特に久仁さが興味を示されている農学部は偏差値37.545と低めです。これまで偏差値70前後の東大を目指してきた久仁さが、急に偏差値37 5の大学に興味を示すのは意外な展開です。この志望校変更の背景には、やはりトンボ論文の失敗の影響が大きいと言わざるを得ません。久仁さの東大入学計画を推し進めてきた紀子様にとって、 悠仁さまのトンボ論文の発表はまさに東大推薦入学のための秘策、または奇策でした。しかし、不正疑惑が露呈し、東大側からは、こうした論文をネタに、推薦入学を許可することはできない、と入学が拒否されたようです。この一件が、紀子さまにとって大きな打撃となり、悠仁さまの進学先を見直す必要が出てきたのかもしれません。 現在の状況で無理に東大に進学しても、皇室の特権を不適切に利用したとの印象を国民に与えてしまいます。また、悠仁様の能力が東大生にふさわしいかどうかについては多くの人が疑問を抱いているでしょう。国民は皇室を代表する方に対して、高い学力や知識よりも、慈愛に満ち、日本文化の中心であり続けることを期待しています。 時期行等を受け継ぐ可能性が高いとされる三宅では、国民への愛情が感じられず、一族が皇族特権を振りかざす生活ぶりに批判的な目が向けられています。秋篠宮殿下は、久人様の現在の学力を考慮した上で入学可能な大学を模索されています。一方、紀子様は依然として東大入学を強く望んでいるようです。愛子様が日本赤十字社に就職する際に、 人の役に立ちたい、と述べたことが、国民の間で大きな感銘を与えました。愛子さまが国民のために学び、働く姿勢と、紀子さまが悠仁様の大学進学に対する執着心とは対照的に移ります。秋篠宮殿下は、紀子さまと比較して、より悠仁様の意志に寄り添い、彼に適した進路を見つけるために努力されているようです。しかし、 キコ様は殿下の柔軟な姿勢を必ずしも好意的に見ていないようで、むしろその姿勢が悠仁様の難関大学進学を妨げる障害と捉えているようです。キコ様は殿下を野心のない人間として見ており、そのため悠仁様の進学において害になると考えているようです。悠仁様が玉川大学を視察した後、キコ様はあんな人と一緒にいたら、あなたまでダメになってしまいますよ。 と厳しい言葉を投げかけ、久人様を連れて加古様の住む家具所へ引っ越したとのことです。殿下は一人になりましたが、むしろ自由にのびのびできてよい、と言い,い、友人を招いたり、風俗場を呼んだりして、紀子様から解放された自由を満喫しているようです。このような秋篠の宮家の内部のごたごたや夫婦仲の悪さは、まこ様や悠人様など、 常識のない子供が育ってしまった要因の一つと言えるでしょう。昨年大きな話題となったのは、秋篠宮夫妻がイギリス大使館を訪問した件です。エリザベス女王の死去を受け、秋篠宮ご夫妻は弔問のためにイギリス大使館を訪れました。ご夫妻は午前9時過ぎに赤坂御用地を出発し、大使館に到着後15分ほど滞在し、関係者に弔意を伝えました。 天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻もそれぞれ最側近を派遣されましたが、エリザベス女王の国葬には天皇陛下が参列される方向で調整されているとのことです。体調が許せば皇后様も同行される見通しです。天皇皇后両陛下が海外に弔問に行かれるのはいれ、新型感染症も懸念されますが、久しぶりとなる海外でのご公務に国民からは心配の声も上がっています。 秋篠宮家の大使館訪問に関しては、身分的に使いのものでは失礼にあたるためご本人が向かわれたのでしょう。失礼な振る舞いをしないよう望まれます。上皇陛下が退位され、令和の時代となってから早5年が経ちました。平成の時代には慈愛の皇后として称えられていた道子様も皇后の座から退き、その存在感を失うこととなりました。道子様の近況が伝えられるのは、 ご身体の不調によって病院などに通われる時のみで、8月26日には右足のふくらはぎに血栓ができたことが地上波の速報で伝えられました。このような些細な出来事が速報で伝えられることに関して SNS やニュースサイトのコメント欄では、どうでもいいニュースだ、という意見が多く寄せられています。皇室ジャーナリストによれば、美智子様のご体調には特段問題なく、 日常生活にも支障をきたしていないとのことです。80代のお年寄りのふくらはぎに血栓ができることは珍しいことではなく、一般の老化症状ともとれます。美智子様のご体調についての報道が不自然に多いことも指摘されていますが、皇室 YouTube チャンネルを作ってそちらで情報を流した方が国民のバッシングは減るのかもしれません。秋篠宮家の内部の問題や夫婦仲の悪さが、 マコ様や悠仁様の常識の欠如につながっていると指摘されています。また、キコ様が悠仁様の進学にこだわる理由についても、彼女の野心や見栄が関係しているとされています。キコ様は殿下を頼りなく感じているようで、そのために厳しい言葉を投げかけています。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。 次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。